改良メーカーの使い方を説明します。では始めましょう。改良は誰でも自分で作ることができます。アプリの使い方は簡単で、特殊な知識はいりません。対話形式で入力できるので、各種プロフィールを次々に入力していきます。もちろん慣れた方は、編集画面で直接設定することもできます。多くの周波を幅広くカバーしています。どんな高級改名でも無料です。引き続き、残りのプロフィールを入力します。これらの入力内容は、漢字をそのまま改名に転記する単純なものではなく、AI が関連する用語を推定して提案してくれます。また、秒速も考慮するので、語呂の良い改名が自動生成されます。すべて入力したら、改名を自動生成しましょう。タッチするだけで授かれます。気に入りませんか？気兼ねなく何度でもやり直せます。改名は割と自由なもので、形式にとらわれずに、高度な設定も可能です。全漢字を使用した12秒改名も、作成できます。漢字ごとの編集も可、漢字や読みを変更したり、出現頻度を変えられます。お気に入りの改名ができたら、証書発行ボタンを押すだけで、立派な証書が発行されます。生前改名の場合の、種文字での表記にも対応しています。納得がいったら、印刷して保管しておきましょう。何人分作っても、何回作っても無料です。葬儀費用の節約にもなるので、一度改名作りに挑戦してみては、いかがでしょうか？これ以外の機能については、公式サイトをご覧ください。